アンビバレンスとは、ある対象に対して、相反する感情を同時に持ったり、相反する態度を同時に示すこと。ドイツ語のアンビバレンスに由来する。両値感情や、両面価値、両値性などとも翻訳されるが、そのまま、アンビバレンスもしくは、アンビバレンスと表現するのが一般的。形容詞はアンビバレント。アンビバレンスとは、ある対象に対して、 相反する感情を同時に持ったり、相反する態度を同時に示すことである。例えば、ある人に対して愛情と憎悪を同時に持つこと、あるいは尊敬と軽蔑の感情を同時に持つこと。オイゲンブロイラーがアンビバレンツという用語を創始したとされ、ジークムントフロイトがそれを精神分析理論に組み入れた。二つの感情のうち、一方画が,が無意識化に抑圧され、 それがその人の行動に様々な影響を与えるだとか、この状態が講じると葛藤状態に陥り、神経症の原因となることもある、と説明されることがある。また、心理学の教科書などでは、アンビバレンスとスプリッティングを対致して、人は幼児期には往々にして両親について、スプリッティングな見方をするが、成長するに従って、 アンビバレントな見方をするようになるといったような説明をしていることもある。ここでいう、スプリッティングとは、ママが大好きだから、パパは大嫌いというような精神状態。対象ごとに一つの感情だけが割り振られている状態。何かの表紙に母親のことを嫌いになると、今度は、ママは大嫌いだから、パパが大好きといった精神状態に切り替わるような状態。 そのような精神状態が年齢を重ね精神が成長するとともにアンビバレントな状態になるとしているのである。すなわち大人になると一般的にママには好ましいところもあるけれど好ましくないところもある。パパにも好ましいところがあるけれど同時に好ましくないところもあるという見方をするようになるという説明である。ありがとうございます。